アーサー・オンズローは、グレート・ブリテン王国の政治家。高潔で知られ、イギリスの庶民院議長の任期33年間は、歴代最長である。1691年10月1日、フット・オンズローとスザンナ・アンラビーの長男として、チェルシーで生まれた。ギルフォードのロイヤル・グラマースクールと、ウィンチェスター・カレッジで教育を受けた後、1708年に、 オックスフォード大学のオダムカレッジに入学したが、学位は取得しなかった。1713年にミドルテンプルで弁護し、資格免許を得た。1714年に、ジョージ一世が国王に即位すると、オンズローのおじさんリチャード・オンズローが財務大臣に任命され、アーサーはその秘書を務めた。1715年に、おじが離任すると、郵政収入役の職を得た。 また1719年には、ギルフォードの市裁判所判事になった。1720年2月の補欠選挙で、ギルフォード選挙区から、ホイック等の候補として当選すると、庶民院議員と優勢収入役を同時に務めることができなかったため、優勢収入役を弟のリチャード・オンズローに譲った。オンズローは1727年7月まで、 ギリフォード選挙区選出の庶民委員議員を務めた。庶民委員議長就任以前のオンズローによる演説は3回しか知られていない。1度目は1722年11月にカトリック教徒の財産から税金を取って10万ポンドを徴収する議案について宗教に関する意見をもとに迫害することへの憎悪を表明した。2度目は1725年4月に ボリングブルック施策の貢献喪失を取り消す議案に反対した。三度目は1726年3月にリチャード・ハンプデンの請願を指示した。1722年にアタベリー陰謀事件が発覚した時、首相ロバート・オール・ポールの邸宅に招かれ人身保護法案について議論した。1727年、ギルフォード選挙区とサリー選挙区の両方で対象したが、 オンズローはサリー選挙区の代表となることを選び、ギルフォード選挙区では補欠選挙が行われ弟のリチャードが当選した。以降オンズローは1761年3月に庶民院員から引退するまでサリー選挙区を代表した。庶民院員の牢獄委員会、ウィリアム・ホガース作、1729年頃、オンズローは牢獄委員会の一員だった。 1728年1月23日に庶民院が開会すると、オンズローは全会一致で庶民院議長に選出され、16世紀のリチャード・オンズローとおじさーリチャード・オンズロー巡断者区に、ついでオンズローや3人目の庶民院議員となった。以降1735年、1741年、1747年、1754年でも再選され、 同職の最長在任期間を打ち立てた。1728年6月25日、ハンプトンコート宮殿で宣誓して、数密顧問官に就任、同年に、インナーテンプルの評議員に就任した。1729年5月13日、キャロラインを王妃のチャンスラーに任命された。また1731年にオンズローの長男、ジョージが生まれた時、 キャロライン王妃はその名付け親になった。オンズローが選出された裏にはウォルポールがサースペンサー・コンプトンを追い落とそうとしたことと、オンズローを支持することで内閣の味方が増えるとの思惑があったが、オンズローが与党寄りにならず、与野党を公正に扱ったため、ウォルポールの思惑が外れた。1731年にはウォルポールがオンズローを嫌っていることが知れ渡り、その結果オンズローは、 宮廷でも嫌われた。1731年10月にコットン文書集を保存していた屋敷で火事が起こると、オンズローは本を窓から中庭に投げて多くの書物や写本を救い、また後に文書集の修復と保存を監督した。1734年4月20日、海軍主計長官に任命されたが、1742年に野党から、 ボンズローが王室を支持したのは利益によるものと批判されたため辞任した。1737年にはキングストンアポンテムズの出自長に就任した。1753年、議会にハンススローンのコレクションとハーレーアン文書集を購入するよう説得した。これらのコレクションはコットン文書集の所蔵品と合わせて大英博物館の元になった。 議会活動については七百四十年四月二十九日と七百四十五年五月二日に金銭法案に関する演説をし、七百五十一年五月に接触法案に反対する演説をしたことが記録されている。また、委員会では演説と投票が許されたため、オンズローは七百三十二年に陸軍予算法案に反対票を投じ、七百三十三年に 物品税法案に賛成票を投じ、1739年には、スペインとの協定をめぐって、ウォルポールを支持した。1761年、健康の悪化により、議会から引退すると、庶民院は1761年3月18日に、全会一致で、オンズローへの感謝決議を可決、国王上ジ賛成も4月20日の特許上で、オンズローと、長男、 ジョージの存命中に3000ポンドの年金を与え、翌年には庶民員もそれを可決した。1761年5月5日には、オンズローにロンドンの名誉市民権を与えることが可決され、オンズローは6月11日に正式に名誉市民権を得たが、同時に与えられた1 0ニーの価値がある金の箱については辞退した。同1761年6月に、 大英博物館の受託者に選出された。1768年2月17日、67歳で死去した。ギルフォードのホーリー・トリニティ協会にあるオンズローの記念碑。死後、テムズ・ディットンに埋葬されたが、後に妻と共にサリーのメロー協会に改装された。1720年10月8日、オンズローはテムズ・ディットンのジョン・ブリッチスの娘で、 ヘンリー・ブリッジス・オブ・インバー・コートの名と、相続人であるアンブリッジスと結婚した。二人は一男一女を設けた。弟リチャード・オンズ・ローの長男ジョージ・オンズ・ローは1759年にイギリス陸軍の中佐になり、1760年3月から1784年3月までギルフォード選挙区選出の庶民委員を務めた。また、リチャード・オンズ・ローの次男は、 同盟のリチャード・オンズローで、彼は海軍に入隊して1797年のキャンパーダウンの海戦で、活躍1799年に提督に昇進した。オンズロー家の末裔には20世紀末に庶民院議員を務めたクランリー・オンズローがいる。ブリタニカ百科事典第11班は、オンズローが庶民院議長を務めた時、起点と断固とした態度を示したと評価し、 英国人明治店も精錬潔白と評価した本のコレクターだったというありがとうございます。